で、これから自宅でできるトレーニングをやってみます。お願いします。横になってもできるトレーニングです。足回し、膝を中心に足を大きく回していきます。かかとで円を描くようにやっていきます。で、膝を中心に大きく足を20回回していきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。 OK。 で、次逆回しです。次足を逆に回します。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。 OK。 じゃあこのまま肩ブリッジを次をしていきます。肩を中心に遠くを触る、体格差を遠くを触るようにしてブリッジをしていきます。じゃあやっていきます。これを20回やっていきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。じゃあ最後に3点倒立をやっていきます。これはしっかり両手と頭でバランスをとって上に足を伸ばします。体のバランスしっかり考えながらやっていってください。これで10秒間やっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。じゃあこれらを自宅でしっかりトレーニングしておいてください。気をつけ。レイ。よいしょ。